はい、どうぞ。香りが、あの香ばしい香りと海鮮のこう焼ける香ばしい香り、平島さんの方にめっちゃいい。いや、こっから眺めめっちゃいいじゃないですか。このここも昔からこの港をずっと照らしてくれているような多分灯台で、年中入ってますね、中に。さすがに滑りだから落ちた、到着しました。堺の堺市漁業のトレトリ地に到着しまして、今ね8時過ぎなんですけど、この開催日当日7時より漁師さんの取れたて鮮魚販売を行っておりますということで、これを見に行きたいと思います。ちなみにこっちなんですけど、こっち側はもう海ですね。はい、で、今日は平島さんと来ました。ここで海鮮バーベキューを楽しみに行きたいと思います。殴ってしまったみたいな。今日実はね、とあるイベントに来たかったんですけど、1週間前ぐらい見てると天気がね微妙な感じだったので、多分ダメだろうなと思って行こうとは思ってなかったんですけど、こんなに晴れてしまって、日曜日で絶好のチャンスをちょっと逃してしまって、ただ何かしたいなということで、市内から、すぐ行けるような場所でこの堺市とれとれ市場にやってまいりました。やっぱ10時からじゃやってなさそうですね。でもあれ7時からって書いてあったのはやってないですね。全然やってない。でここでレンタルができるんですよ。あ、10時、表の看板に開催当日は7時からなんか鮮魚漁師さんの鮮魚市場やってますよみたいなのはもう最近はやってない。あ、あっちは、うん、あとなんか堺漁港は朝やってる。向こうの方はなんか駅のやってるの違うかな、なんかね3時から8時ぐらいの朝やってる。こっちやってるのはあそこのところ。そうです、そうです。ここ一応今入っても大丈夫です。あ、大丈夫です。で10時からこの貸し出しを後でやりたいと思います。よろしくお願いします。野菜付きかでもなんか肉たれ野菜1500円で、うん、だから買った海鮮だけを焼けば、そうそうそう、うん、もしお肉欲しかったら、うん、こっち付きがね得だと思います。下調べを肉どれぐらい付いてるの。結構ついてるって言ってましたけどね。場所そうやん、いい場所なんか、ね、自分でもう場所決めて、うん、この場所ですって何番か言ってるらしいんですけど、いい場所探しておきましょう。海辺のここなんか謎に包まれてて、あんまり情報が載ってないんで、こんだけ調べてますから、ちょっとこっち海で見てみよう。おはようございます。おはようございます。うわ、いいっすね、漁港って感じ。まさに見てください、もうこれ太陽ね、こんなことあるかっていうぐらい晴れちゃってますわ。めちゃめちゃいい。あそこで釣りしてるおじいちゃんもめっちゃいい。なんか猫いてるんですよ、こういうこと。あー、はいはいはい。宮田町の猫ってやっぱりね、ここぐらいもらえるからゴルフっていう感じで、こんな感じです。あれ、ちょっと魚見てみましょうか。これがね、そうそう、このセットもなんかいいですね。台風影響でな、魚がないね。あれ、今日少ないんですか。少ない、もう大きい出られへん、うねりで台風11号。はいはい、もうこんなところまで影響してくるんですね。すごい被害出るね。カニ味噌汁、漁師のしじりと、これはなんかいいんですか。これは何か飯食う。せせりもある。手羽先、豚肉ホルモン、牛肉1300円、砂釣り、ウインナー、トウモロシ、キムチ、野菜盛り合わせ、せせり、飲み物がペットボトルが150円ね。で、チューバイ、お酒、これは安い。まあでもあれか、天丼か、天ぷら1000円の盛り合わせでもいいですよね。盛り合わせ2人で食べるみたいな。あ、できればそんなん言ってたから、もしかしたら売り切れるかもしれない。確かに、知らんけどっていう感じで今、中入っていいってことだったんでちょっとだけ見させてもらってましたけど、なんかね今やっぱり台風の影響でね、今こんだけ晴れてますけど、日本海だったりとか九州の方の台風の影響で船が全然出れなくて、魚がめちゃめちゃ少ないみたいですね。残念。一応いろいろありそうなので、それはいっぱい食べたいと思います。10時からオープンみたいなので、それまで待ちたいと思います。バンド
102番102番で、はい、ペットボトル水とかぐらいだったらダメなんですか？あ、大丈夫、お水ぐらいで、はい、102番です。1500円です。はい、動画手元だけ回しててもよかったですね。お声だけすいません。はい、ありがとうございます。もう七輪届いてますよ。ちょっとこうやって七輪届くとワクワクしますね。すごいちゃんと火も入ってる。あ、そう。あ、おはようございます。魚はないです。魚なしですか？はいはい。はい、いらっしゃい。ホタテ4つ。はい。あとは。切った方がいいかな。ちょっと切ったやつやります。これも1000円。これも1000円。うん。それと、ゲットいきましょうか。それで。はい。あ、タコ。タコ欲しいよ。よっしゃ。とりあえず飲んで。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、全部持ってもらって。こんな感じで、七輪激アツ。で、タコ飯が、これ第400円で、小が300円でした。で、あと漁師汁ね。漁師汁が300円で、イカゲソ500円。アナゴ1000円。ホタテも1000円でしたっけ？1000円。で、これが泉だとで、1000円らしいです。ちょっとお願いします。今度すぐ焼けそうですか？ YouTube。タコいきます。お、もう開いてきた。最初のこれはね、うん、海水らしいんで、これ取ってた方がいいらしい。違った、すいません。どうだったの？はい、どうぞ。もうちょいな、もうちょいで開いてくるか？せっかくやで。もうちょいで開いてくるか？見栄え良くするために、どうしましょう。見栄え重視でいきましょう。やっぱね、結局乗せたら、盛りだくさんだったら見栄えが良くなるんですよ。まあね。めっちゃいいっすよ。動画映えはしてますよ。香りが。あの香ばしい香り、あの海鮮のこう焼ける香ばしい。平島さんの方にバッチリ。めっちゃいい。一番怖いのが破裂、イカとか破裂し気味でしょ。これめっちゃ斜めになってますから。てかそもそも斜めになってるんで。確かにね、そもそも斜めや。それをちょっとどうにかしたい。待って指が。はい。よし、いただきます。うまいし。これサーモン、なんかそうなんですかね。あ、確かにサーモン。柔らかい、なんかゼラチンの昨日快活でカレー食っただけやからね、一日の食事は。という感じで、いい感じに焼けていきます。ハマグリをパカッと開いて。よし。これをいただきたいと思います。おそらく激アツなんで。うわ、貝柱だけ残った。いただきます。だってうまっ。めっちゃうまいですね。で貝柱うまく取れました。上手に取ってる。いや、もう普通にボロって取れました。タコいただきます。先っちょだけめっちゃ泉だですかね。先っちょだけめっちゃ焼けてるだけで、根っこ全然焼けてない。あ、うまい。めっちゃ強い強いね。あの香ばしい。うん、もう一回やってます。あ、もう食ってもだ。もうこんだけしかない。タコめっちゃいい。泉だ。塩効いてて、てかこれ生で食いてな。タコ刺し、あの瀬戸内で食ったタコ刺し結構うまくて忘れられない。瀬戸内海で、うん、絶対美味しいよ。めっちゃうまかったよ。タコ飯セッキーさん、こっちでライブ、あのライブちゃうわ。YouTube 用に撮影してるのに。こっちにカメラあるんで。ハマグリじゃあ回収。うまハマグリ回収。こっちもハマグリ。あ、あれや、アナゴいっとかな。アナゴ結構投げ投げますよね。これアナゴっす。アナゴ、ね、海鮮汁。これハマグリ今テーブルです。蒸し上げが。いただきます。うまい。ね、うまい。マグリうまい。うまいでしょ。これあれかな、皮からいった方がいいやつかな。あ、そうですね。貝がやっぱりめっちゃ美味しい。めっちゃ出てくる。アナゴがいい感じに焼けてきてますね。そう、アナゴね。見てください。横。そんな指越えて見られてます。ハマグリ来ました。ハマグリいただきます。うわー、アナゴ。うわ、めっちゃいい感じになってる。ほら、こんな感じでいただきます。おいしそうにします。ちょっとだけね。絶対熱い。いただきます。あ、うまっ。激熱っすか。うん、うまい。激うまでした。はい、という感じでごちそうさまでした。もうこっちもほぼほぼ
満席になった感じで、中もね結構多分人多くなってると思うので人気ですね。じゃあね、一旦ちょっと切って片付けるかして次のスポットに向かいたいと思います。え、これ本物？本物じゃん。ミナ以外の仲間で最も大きくなる種類、塀がこれやからすごいね。あ、これがアユの種類ね。600円、700円。この辺のお店もどんどん開くの。そうですね、うん、イカ焼いてるわ。もう売り切れてますよ。野菜系も売ってるんですね。ニンニク串100円、やっぱ焼き物ハンバーガーも売ってますよっていう感じですね、うん、よいしょっていう感じです。今トレトリチに行ってきて、次はねこの旧堺灯台っていうのと、あとこれなんか猿がお猿さんいるらしいので猿を見に行きたいと思います。こっちにいるみたいなんで行ってみます。今ゴールデンタイムの日中シンクロのどっち向いても撮れますからね。確かにね。あー出てきてしまった、ね、イベントでこれ来たら今やらなかったんで、あー日が出てきた、ごめんごめんごめん、そうそうそうなりますね。話前後しますけど、まあ美味しかったですね、さっきのとこ、ね、うまかったですね。おいお猿さん、向こう側お猿さんここにいるんですけど、なんかわかんないですけど、ここ、こんな立派なねお猿さんの飼育小屋があって、お猿さん楽しめるみたいで。そうや、こっち見てくれ。そうや、あかん、こっちです。さあさあさあ、こっちです。はい、こっちです。そうそう、こっちです。おい、なんやそれ、かわいいな、あいつ。カエルか、気をつけろ。やった、その滑り台やってほしいけどな、さすがに滑り台がない。落ちた、落ちた、拾われた、落ちて拾われた。あ、かわいい。うわ、なんやそれ、なんや、なんやそれ、うわ、かわいい。うわ、落ちて拾われた。あ、落ちるぞお前、落ちるぞ、また落ちるぞ。ください。よし、ポカリセットをゲットしました。うわ、めっちゃいいやん。よし、ちょっとセミの抜け殻も取っときますわ。夏が終わりって感じですね。はい、っていう感じでね着きました。よいしょ。これがちょっとね、今回はパッと来ただけなんで、この歴史とかは全然調べてないんですけど、堺の旧灯台かなっていうところに到着いたしました。これね、また青空とこれ映えますね。めっちゃいい雰囲気。まあまあ歴史のある灯台なんでしょうね。昔からこの港をずっと照らしてくれているような多分灯台で、レンズ入ってますね中にっていう感じです。旧堺港の端に位置する旧堺灯台は明治10年1877年に建築された建物です。木造式灯台としては我が国で最も古いものの一つとして、国の、史跡に指定されています。はい、という感じでございました。はい、じゃあ次の目的地に向かいたいと思います。あ、着きました。あ、ここ、あ、なるほど、コハちゃんのジェラート屋さん入ってみたいと思います。こんにちは。ほうじ茶ある、ほうじ茶ある、なるほどなるほど。僕も好きなんです。ピスタチオ、チョコミント、宇治抹茶、ほうじ茶、うまそう、いちごミルク、バナナチョコ、マロン、うまそうやな、全部うまそう。抹茶とほうじ茶のダム、はい、安いな。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。急ぎます。足についた。ここね、ちょっと公園で食べようと思って公園を見てたので
急げ、かわいそうや。到着した、よし、いただきます。あ、めっちゃうまい、ほうじ茶。うん、これは、ほうじ茶、うまいほうじ茶の部類だね。うまいですか。